プロボクシング、フェニックスバトルソウル大会、18日、韓国、ソウルカンナムソムユセンター大橋ボクシングジムの興業となるフェニックスバトルソウル大会が開催され、同国で初めての WBO アジアパシフィック王座戦が行われた。大橋ジムの大橋秀行会長、元世界3階級制覇王者八重樫東トレーナーがリングサイドで視察する中、 WBO アジアパシフィックミドル級王座決定戦がメインイベントに組まれた。同級7位定時プラタップシン、オーストラリア、同級8位ユンデオクの、韓国、ラドー王座をかけて拳を交え、ユンが6回 TKO 勝ちで新王者となった。セミファイナルでは日本スーパーウェルター級3位即内ユータ、金子、が韓国同級王者キムヨンオクとの10回戦に臨んだものの、4回 TKO 負けとなった。